いいですよ、一人ぼっちだから。なんか言ってる？今ここうがなびらの時間です。たった一人ぼっちなんですけれども、服部くんがいてくれてよかったんですけど、誰かにね声かけな、今最近読んでる本で面白いのがあったんですけど、はいはい、脳は直結的なプロセスを、知覚はですね、知覚、はい、何かものを見たり、まあ、聞いたりより、まあ、見るだけでいいんですけど、はいはい、ものを見るときに直結的なプロセスはないみたいですよ。知覚は複雑なプロセス、何言ってるかちょっとよくわからないですよね。はいはい。で、まあとりあえず何が言いたいかっていうと、まあどこから話そうかな。まあ多分百聞は一見にしかずだから、人間は目からの情報がいっぱい入ると思うんだけど、はい、なんで色が見えてるか知ってる？多分ですけど、脳みそが色を判断してるからじゃないですか。あ、そうそうそう、脳みそが色を判断してるんだけど、はい、その判断してる前に、なんかどうやって判断できるの？じゃあその情報はどんなやって入ってくるの？目ですか？あ、そう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 、はい、目から情報が入ってくるんだけど、 目から何が入ってくるの？光が入ってくるんだけど、光ってどんな感じ？イメージどんな感じ？波だね、はい、波なんだけど、光って白とか何？光って何色？光は太陽とかだったらちょっと黄色っぽい、白っぽい。あ、光って連続した波長なの分かる？はいはい、スペクトルで、あ、はいはいはい、虹みたいなやつ、はいはい、でバーっていっぱいの色が混じって飛んでくるんでしょ、はいはい、たくさんの 色があるんだよね、光は、はい、まあ、日本人は多分7色っていうのかな、7色の虹っていうか7色、うん、国によって違うんだよね。あ、はい、みたいですね。だから国によって違うみたいだけど、あ、調べようとしてる。まあそのたくさんの色があって、じゃあ目の前にあるこのマイクが赤、このこれ赤に見えるんだけど、はい、赤でいいよね、はいはいはい、これなんで赤いか、赤く見えるか知ってる？なんで赤く見えるか、たくさんの色がバーって当たるんでしょ、はいはい、したら7色の虹が全部当たるんでしょ、はいはい、7色の虹が全部当たって、はい、赤だけ吸収するわけよ。あ、はいはいはい、赤を吸収して赤く見えるっていうことは、はい、赤を反射してるんじゃないよ。あ、なんか反射してるっぽくない？はいはい、うん、はいはい、思います。反射してるんじゃなくて、赤く見えるのは赤い色の波長を吸収して、あ、はいはい、赤以外を赤吸収して、その補色を反射してる。あ、はいはい、なるほど。その反射し赤以外の色を
の反射してる波長を見て赤だと思ってるから、なんかちょっと変だよね、はいはい、まあ、子供とかに教えるんだったら赤が反射してるって言った方が、はい、あのなんか分かりやすいんだけど、はいはい、実際は吸収された色、赤っていうのは吸収されて、うん、それ以外のが反射されている色を見ているので赤って言う、はいはい、補色みたいな感じ、はいはい、補色だよね、はいはい、補色で赤が決まるさ、であ細田さんが来た、ではあと青とかも緑とかも全部そういう風に見てるんだけど、はいはい、この色を検知してる細胞があるわけよ、目に、はい、あ目に目に、はい、錐体細胞っていうのがあるわけよ、はいはい、で目になんとか細胞、錐体細胞となんとか細胞ってあるんだけど、はい、1個は暗闇用のやつで、はい、錐体細胞っていうのはこの明るいところに反応するんだけど、これが3種類あるわけさ、はい、なんでこんな話してるのかな普天間さんがいないからねあの赤緑青だわけよ、はいはい、赤の色に、はいはい、赤あのまあ3人いるわけよ、赤 あんな感じかな、なんか XYZ みたいな感じだ、あ、はいはい、うん、なんか言ってるの分かる、うんうん、XYZ みたいなものがあって、はい、X は赤に一番反応するわけよ、はいはい、で Y は緑に一番反応するみたいな感じね、はいはい、で Z っていう細胞は、はい、青に反応するわけよ、はいはい、うん、でこの3つの細胞の反応の差のバランス、あの差異が出るでしょ、はいはい、それで細かい色作ってる、絵のなんかイメージ的には赤と緑と青をどうやって混ぜて色を作ろうかなみたいな、絵の具で言ったら、まあ厳密に言ったら絵の具じゃダメなんだけどさ、なんでかって光、色の三原色って光の三原色ですよね、そう光の三原色だから、光でいう赤と緑と青を混ぜたらどんな色になるのみたいな感じで作ってるわけ、そうやって色を作ってるんだけど、あ、またあれは初江さん、うん、色を作ってるんだけど、はいはい、それがさ、はい、情報は 20% しか脳に行ってないらしいわけよ、色の情報がってことですか、うん、この色を取った情報、はい、見た情報の色の情報だっていうか、はい、目から入ってくるたくさんの信号があるでしょ、はいはい、信号っていうのは情報があるでしょ、はい、情報っていうのは光でしょ、はいはい、あ光、はい、うん、目から光の情報がバーッと入ってくるわけよ、はい、したら目の中には赤と赤いなんか赤い試験管みたいのがいて、はい、次2人目の緑の試験管みたいのがいて、はい、3人目の青の試験管みたいのがいるわけさ、はい、だから光が入ってきた時に赤が10個ありますとか、はい、なんか、はいはい、まあ、絵の具の量みたいな感じ、うんうん、赤を強くとか緑を弱くこのぐらいでとか、はいはい、青はこのぐらいでとか言ってこの、ま、混ぜ合わせて色を作るみたいな感じ、うん、本当は赤だけじゃないんだけど赤の周辺まで全部やるんだけどさ、はいはい、赤っていう人は赤周辺担当だわけよ、はいはい、緑っていうのは緑周辺担当だわけ、うん、で青っていうのは青周辺担当だわけさ、はい、でこの3つのなんか波みたいのがあって、はい、一番重なるところが黄色とか黄緑だわけよ、はいはい、だから黄色は一番鮮やかに見えるわけよ、はいはい、あーなるほど、うん、黄色とか黄緑みたいな色は赤もカウントするわけよ、赤の試験管も、はいはい、うん、カウントするわけさ、はい、赤がいるみたいな、はい、で緑の試験管にも好まれるわけよ、はいはい、で青にも好まれるから3つの細胞から OK もらえるさ、はい、だから黄色はとっても鮮やかに見えるっていう、はいはい、ちょうど黄色が赤と緑の青のこの波のピークのところに重なってるみたいなイメージだわけさ、うん、うん、だから本当は色にだから特別明るい色とか暗い色とか鮮やかさは実はないわけよ、はあはあ、鮮やかさは脳が勝手に作っていて、色にはこの鮮やかさっていうのは本来持ってなくて、うん、脳が勝手に作ってるんだよ、不思議だよねって言われてもやっぱり実感湧かないですね、まあまあだから脳がそういう風に色を見てるからね、はい、で人間ってその色を見るときに、うん、20% しかこの後ろの脳後頭葉っていうところにしか届かないわけさ、はいはい、
後頭葉に届く前に、うん、あの脳幹の中にある、はい、あの肝脳の視床っていうところを通るわけ、はいはい、光のもう一回最初から言うけど、はい、あのすごいちゃんと真面目に話してるんだけどさ、はい、あの光の情報が目から入ってくるさ、はい、入ります、入り、これが、はい、あの光情報ね、はい、光情報は七色の虹でしょ、はいはい、七色の虹だから虹のどのぐらいの色がどうなってるかっていうのを見るんだけど、はい、要はまず一旦光情報が地球にパーンと当たるよね、はい、地球に当たるっていうか今、まあ、僕の背中から五光が差してるっていうか皆さんの背中から五光が差してるというか当たったら、はい、そしたら物には光を吸収する性質があるから、はい、例えばマイクは赤の色を吸収して、はい、それ以外のものを反射ね、はい、でそれが補色として見えているものが赤だって言ってるんだけど、はいはい、その反射してるのがたくさんの色がバーンって反射してるさ、はいね、反射っていうかあの吸収されて補色として反射されたように見てるみたいな、はいはい、全部のがバーンって入ってくるんだけど、その入ってきたまあ分かりやすく言ったら反射だね、はいはい、反射っていうと厳密に言うと違うんだけど反射の方がイメージしやすいから、はいはいはい、跳ね返ってきた、はい、まあ、補色が跳ね返ってきてるから反射って言ってもいいんだけど、はい、赤は吸収されて赤が見えてるから不思議な話なんだよね、はい、まあ、とりあえずたくさんの光がパーッと入ってきた情報を、はい、3人の試験目の中に3人の試験官みたいなのがいるわけ、はいはい、チェックマンみたいな色の試験官、そう、はい色はい、赤担当者と緑担当者と、はい、青担当者がいて、はい、それがなんか絵の具を混ぜるみたいにここは赤が多いとかここは緑が多いとか、はいはい、ここは青が多いかっていうのをやって、はい、色をあの合成するわけさ、はい、でその色を合成するときに、はい、一旦あの脳幹の部分の肝脳の視床っていうところの何だったかな、はい、外側質状態っていうところ通るわけよ、はい、外側脳の底を通って、まあ、とりあえずそこは何かっていうことで、はいはい、もうシンプルに言うと、はい、脳が、はい、あ、まあ、まず光が目に入ります、はい、入ってきます、細胞がデータ取ります、はい、目の細胞が錐体細胞が、はい、赤緑青の、はい、でそのデータをだから3個見積もりを出すわけよ、はいはい、3枚の見積もり書が出てきたみたいなイメージ、はい、分かる、赤の見積もり青の見積もり黄色の見積もりっていうの、そうそう、はいはい、そうそう見積もり書が出るわけよ、はいはい、その見積もり書が、はい、あの感情脳を通るわけさ、まず、はいはい、あの古い脳なんだけど、はいはい、脳幹っていう古い魚類とかの脳をのところをまず一旦通るわけよ、はい、それを通った後にあの知能的な後頭葉っていうところが最後受け取ってデータ処理するわけさ、はいはい、だけどその光を処理するときに最終的にデータが 20% ぐらいになってるらしいよ、はい、やばくない、じゃあ残りの8割は捏造、はい、捏造、あ、じゃあここを通ってる間に 20% のデータが来て、でここで 100% にされるってことですか、そう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 、やばいのは光情報は 20% しか脳の後ろに届いていないのに、はいはい、20% しか、はい、80% は記憶から引っ張り出して全部くっつけてる、あ、だからあれなんです、国とか時代によって見える色が違うっていうのはそういうことですか、んー、それはちょっとわからん、ちょっと自分がちょっと理解できてないからわからないけど、はい、あの質問がどこなのかがちょっとわからないけど、はい、多分そういうことではなくて、はいはい、今までたくさん見て脳はさ、はい、怠け者だから、はい、うんうん、適当に大体で見てるみたいな 20% ぐらいで見てるわけよ、はいはい、残りの8はもうここに何回も来たことあるでしょ、はいはい、自分って、はい、何回も来たことあるから覚えてるわけよ、はい、ここの場所、はいはい、覚えてるからなんとなくガッて見たらよう分かるみたいな、おだから多分どんなイメージかな、例えば影みたいの見てウサギが見えたりするみたいな感じって言えばいいのかな、あ輪郭情報だけで何か分かるみたいな感じって言えばいいのかな、ははは、あちょっと厳密に言ったら違うんだけど、うん、とりあえずなんていうのかな、スケッチみたいの見たら完全に写真みたいにできるみたいなイメージって言えばいいのかな、うんうんうん、本当は光のデータが100入ってるのに、うん、20だけ一番脳の後ろに入れて、要は通る瞬間に感情的な脳が反応して作るから、はいはい、だから実は何が言いたいかって言ったら、はいはい、ここが大切なんだけどさ、はいはい、ノリポ
こんにちは。初音さん、こんにちは。のりぽ、なんだったの？のりティマナティとのりで、のりティ選手、命名いただいて、あ、何気に喜んでいる。のりティ、のりティいいよね。なんかさ、前さ、落合恵子先生にさ、私昔は前世人魚だったって言われた。あれから洗脳されているかもしれない。前世人魚っていうか、脳自体に魚の脳があるから、そもそも人魚でいいんじゃない？ああ、でも人魚の話分かります？悲しいお話ですよね、人魚姫って。声を交代するんでしょ。あれ、ある意味であれのキャバ嬢の戦略だよね。何それ。だから要は自分の大切な声を、あの、足と変えるんでしょ。王子様の命を助けるために、また自分が足がヒレになって海に帰っていくみたいな、声もなくしてから。あ、そうなの、うん、最後王子を助けるために泡になるんだよね。泡になって、そうそうそう、うん、はあ、もう何、なんかバブルだ。バブル。バブル。まあまあまあ、だからマナティが人魚って言われてるゆえんっていうのが、前ひれで足になって歩くみたいなのから、まあ哺乳類なんじゃないの、うんうん、違うのだけどさ、そう哺乳類なんで抱っこもするし、マナティがで水族館の話からマナティの話になって、うん、マナティって人魚って言われてるよねって言ったら、なんか自分のこと言ってんのとか言われて、体格からだはずだけど。そんなこと言ってないですよ。あ、そうですか、うん、そんな感じで、まあマナティ、ノリティ、よろしくお願いします。で、ちょっと話、今日初江さんも一緒で、うん、初江さんが何かやってる。さっきの話の元に戻るんですけど、光の情報が入ってくるでしょ。はいはい。で、目が見積もりするさ、はい。で、2割の情報を、はい、あの、この台の一番上の人間の脳にしか届かないから、俺なんか2割の情報しか受け取ってないけど、はい、残りの8割は古いの、感情的な古いのを通ったわけさ、はい、8割はだから昔の感情的なもので作ってるから、実は何が言いたいかっていうと、うん、はいはい、8割感情で色が決まってるっていうのが怖くない？感情、うん、だからその日、はい、楽しかったら楽し綺麗な色で映像を見てるはずだわけよ。へー、やばいでしょ、うん、科学的に今説明したよ、はいはい、あのその日楽しかったら自分が8割捏造するから。見てる景色が変わってるって話だ今日、はいはい、だから楽しい人はものを美しく見てるし、うーん、確かに確かに、よくほら、うん、人生はバラ色だとかっていう、そうそうそう、色にしたりするのはもうちょ、ね、そういうイメージ、人生がバラ色ってどんな説明よ。うーん、人生を色にしちゃってるよ、はい、灰色の人生、確かに。灰とか人はってやばいよね、色でイメージが、そう、人生のイメージを色で語ってるってやばくない、うん、そっか、ね、あ、そうだね。あとほら、怒ってる時にはなんか後ろに炎が見えるとか、うん、あ、赤とか、いや見えてねえでしょ。本当はね、 あとあれね、ソープランドとか行った時にね、なんか北風のピューピューみたいなのなんでね、イメージだよね。ん？ん？なんで？まあ、わかる？あ、よくわかる。北風？普天間さんしかわからない。なんか初江さん、なんかやりました？髪。髪じゃない、惜しい。惜しい。何か顔やりました？やったやった。ツルツルしてるの何ですか？そう、朝やマッサージやった。アロエマッサージ？アロエ。アロエ。ノンさんのところで細原さん、うん、Nズリンパでフェイシャル受けてきたんですよ。だからだ、ツヤツヤしてますよ。めっちゃいいでしょ、今すっぴんですよ。すっぴん、うん、全然わかる、すぐわかる、全然わからん、すぐわかるで、どっちやろ、全然わかる、すぐわかる。いいでしょ、いいでしょ、なんか肌ツヤがいい、だからなんか何って明るく見えますね。明るく見えるね、ありがとうございます、うん、いいえ、明るい、これも色ですよね、うん、明るいっていう色、性格が明るいとやっぱり明るいは明るいなんだね、うん、うん、だからあの、何、初江さん、なんだ、これも反射率の問題だと思うけど、なんで、何、どうなって、何がどうなって、キメが整ったから反射がいいわけですよ。おっ、キメがバラバラだったら凹凸があるので、やっぱちっちゃく影ができるからくすみになるんですよ。あ、車と同じじゃん。そうなんですよ、しっかりと車って磨けば磨くほど凹凸の
凹凸がもう平面になればなるほど反射するさ、うん、そうなんですよ、だから美しく見えるわけよ、肌も一緒、肌も一緒、へえ、そうなんですね、うん、だからこの反射しないようにブツブツのとこになんかあの、うん、なんかファンデーションじゃなくてなんかコンシーラーとか、コンシーラーっていうとパテ、そこでそうそうそうあのパテ入れるんでしょ女の人って、そうそうそう、修正はね、それで修正、うん、だからこれは元に戻した、取り戻したって感じ、本来あるべきだから、まあすっぴんね、うん、いいよね、でこれを定期的にやっていくと、そう、肌が、あ、これでいいんだって言って、そうなんだけど、お勉強しに行ったんですけど、今日勉強 しに行ったんですか、うん、実践編、あ、そういえば初江さんが行っていいんですか、あ、行っていいですか、近々なんか8月8日オープン、あ、そうなの、日にちは分からなかった、間に合わないかもって感じです、大丈夫大丈夫、決めてたら間に合う、うん、パチパチ、8月8日に、8月8日に首里の初江の8の888首里の門の、守礼の門のちょっと降りていったところかな、向かいですよね、もう玉うどんの本当に向かい、玉うどんが分かりにくいから、あ、そうか、私は 玉うどんそばにしたら、守礼の門から20メーター下、首里向け20メートル、そうだね、20メートルぐらい首里向け、うん、20メーター首里向け、これ雨の音雨の音です、雨の音、雨の音です、外したら分かります、外してもはつけてるもすごいね、雨の音です、すごい、うん、大雨だ、そこで超荒れてます、本当だね、たい、あの、何のお店って言えばリラクゼーションのお店、そうだね、リラクゼーションと、まあ、あとエステとか足のツボマッサージとか、うん、なんか今日たまたまだけど降って初江さんが来るとは思わなかったんですけど、フェイスブック見たらあのたまたまあのフェイスブックの人のなんかのイベントで首里城らへんで着物着て歩くやつを一人3000円とかで、なんか、あ、やってるやってる、着付けやってる、やってます、いや、うちじゃなくて、やってる人が多いんですか、そう、結構そこを借りてアルバイトとかみたいな、か、まあ、風情を出すために、そうそうそう、あ、すごい時給いらしいんですよ、うちのめいっ子たちがやってて、へえ、浴衣で、何ですか、あ、写真撮る人、浴衣、いや、違います、そのかレンタルです、着物レンタル、レンタルはまだ見たことない、着物レンタルして温泉街でやってますよね、着物レンタル、うん、温泉街でやって、僕なんかふとあの場所着物レンタルがいいんじゃないかな、そうそう、だから半分はその私の方でやって、半分は着付けの先生たちが、あ、そうなんですか、そうそう、やる場所が大きいから、あ、そもそも、じゃあもう着付けの先生たちが半分は使うして、ここでレンタルするんですか、レンタルっていうか写真撮ったり、まあ、その日の天候によってとか、あ、まあ、そこはね、私のちょっと範疇外ではあるんだけど、そうなので、かついたてとかももう和室風にしたいってことで、あ、いいね、だけど、あ、なかなかないで、初江さんあれですよね、あの一応アジアの中国のちょっとターゲットにしてるんですよね、もうそれも考えてる、うん、あのパンダのキャラクターがいいんじゃないパンダ中国人のパンダサッカー、そしたらキャラクターボーイみたいなキャラクターパンダだ、なんかわからないけど、なんていうんですかね、リラクゼーションシェイシェイとかにしたらいいんですか、あそう、さっきのんさんとも話したんだけど、名前が決まらんから前に進めんと言っててその話してたんだけど、取引先も名前で取引先するじゃないですか、そう、探して見つかるものじゃないからね、そうなんだよね、名前が降って湧いてくるやんとかって言ってんじゃね、そう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 、そんな感じ、雰囲気、そこの雰囲気にずっといた、ベッドはいくつですか、一つ、ベッドは一つ、じゃあ完全 VIP じゃんですね、一人で一人なんですね、一つか、二人来たらどうなるんですか、でも交代交代、なんか二人のお客さん遅くないですか、一人が多いんですかね、どうだろう、だからあのウェイティングの、うん、だからのんさんからアイデアもらって、あの僕ですね、多分名前もみもみがとかがいいと思いますよなんかのぼるが言うとなんか違う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 、あの多分とってもシンプルな分かりやすいのがいい、うん、ね、やっぱりチェーン展開してるのってテモミンとか、うん、あとディラクとか、うん、まあ、ブランドっぽいので言ったらラフィーネとか、うんうんうん、ますね、あとはあのコリコリマッサージとかめっちゃいい名前じゃないですか、チャタンにある、
あれチェーン店でしたっけ。あれは茶谷に1個だけ、コリコリマッサージ。分かんない、多分南部とかでも見たことある。三栄のところにある。例えば食堂とかでもシンプルな名前のだるま食堂とか、なんかシンプルなやつ覚えても最強食堂してます。あとルビーとか花笠してます。知ってる知ってる。なんかミカサとか、ミカサとかアイアグとか。そうですね、結構全部シンプルですよ。もう極論で言ったらコンピューター会社とかリンゴですからね。アップル、アップルみかんにしちゃう。いやマジでオレンジとか本当にさっき色にイメージがあるって言ってるように、カラーにイメージがあるから、物とかにね、イメージがあるじゃないですか。だからなんかそのマッサージの後にコンセプトが決まらないと、そういうイメージっていうか、なんか歩き疲れてる人になんとかなんですよね。観光でちょっと疲れてる人、じゃあ10分ぐらいですか。もう10分20分ぐらい考えて、なんかさ多分10分でクイックとかにしたら、クイックリみたいに、クイックリみたいに、そうですよ、クイックリもそうですよ、歩きながら飲めるっていうのでクイックリ、クイックリだもんねあれね、クイックイックだけど一回上に上がるからね。そば食べてる、下がそば屋さんですよね。そば食べてる人たちが、着付けしてる人を待つ人を相手にしたら、着付けの時間に合わせたら、町に商売入れる。何ノンさん言ってた、ノンさんが言ってた、もう登る脳になってるから。あ、着付けしてる人たちの町の人がいるよね。だからウェイティングのお客さんにもウェイティングを楽しくするコンセプトなんかしたらって、でそれでいて、あマッサージもいいねっていうのが彼女の役割で、あとはちょっと逆転の発想だけど、姿勢を正すようにしてから着付けして美しく撮るために前にマッサージがあるとかはダメなの。おお面白いね。あそうだ、旅も吐くさ、だからやっぱり足、あれやった方がいいよ。足だねやっぱり。ドッグテーブルにね、足の、フットマッサージ機、水で、お湯でやるやつ、スイッチ入れたらタイマーでガーってお湯になるんだけど、タイマーで大体10分とかだから、10分いくらって、各テーブルに足置いて、タオルと靴下を出すような荷物置きのカゴと、500円ぐらい、そう、ワンコイン、そうそうそうね、ワンコイン、でドリンクはドリンクバーにして、下はそばでも食べてるから、でもお茶どうせ飲むなら上で足をくしながらお茶飲もうぜみたいな感覚で上がってくれるように、ベランダみたいのはないんですか。ベランダはない、バイキングしたらと思って。ただこっち側がもう完璧、あなんていうの、風景が玉うどんの風景が丸見えない、お金払わなくても見える、みんなは払って見に行くのに、こっちは払わなくても2回から見えるみたいな。これちょっとポ売りですね。だからたくさんの人自由に待ってていっぱいいんですけど、たまたまマッサージしたいわっていう人が彼女がやる、やらなくても足を勝手に入っててお金が入ってくるみたいなね。それとスペース利用とドリンクはもうドリンクバイキングで好きなのも作って置いとくからって言っても、バイキングだってもそんなに何杯もあれもこれも飲まないけど、3、4種類ぐらい置いとけば、ましてや足入ってるから取りに行けないし何回もみたいな部分もあって、で10分でタイマーが終わるように。あ、悦子さんですか。分かりやすいのがいいと思うんですよ。僕見えないものを見えるような感じにするのもいいかなと思うんで、もう分かりやすくゴーヤーアロマタッチとかがいいんじゃないですか。ゴーヤー、違う違う、今ゴーヤーはわざと適当に言っただけですよ。シークワーサーアロマタッチとみたいな、なんか、要はなんか僕確かに原価高いらしいですよね、あれアロマって。だけど高いって言っても一滴1000円ぐらいまではいかないですよね。100円とかそのレベルですよね。高い、高めかな、ね、100円とかそんな、何百円ぐらい原価でアロマの使った何百円もしない。だからオイルを限定してシークワーサーとか血糖とか、なんか高いやつでやると1回のアロマタッチっていうので1000円分ぐらい使うって聞きましたよ。あれはアロマタッチの場合ですよね。どういう意味ですか、何か違うんですか。 あれは8種類のオイル使う、8種類のオイルを原液で使うんですよ、あれは。だからあんな高くなるんですか。だけど原価1000円ぐらいですよね。
なんか聞いた話、うんうんうん、なんか800円とか700円とか、うんうんうん、まあ種類にもよると思うんですけど、うんうんうん、8種類なんですか、なんかイベントじゃないですか旅行って、うんうん、観光客も、うんうん、だからお財布、うんとうん、と財布が緩んでるっていうようなという意味でもなくて、うん、まあ、それもありますけど、うん、もっと思い出いっぱい作って思なんかちょっとやっぱり特別な日だから、うんうん、特別な癒しがあってもいいかなみたいな感じで、うん、だからさっき着物の着付けのっていうのもあるから、足座って待ってる間に足やったら旅も履きやすいし、旅までレンタルだはずだから、うん、10分で1000円とか2000円みたいな、500円みたいなのじゃなくて、うん、1時間1万円とかでいいんじゃないですかっていう話をしようとしてるんですけどね。あ、それははっちゃんのボディケアの方が、そう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 、だからウェイティングは小銭でもいいけど、うんうん、この人たちがあ、じゃあちゃんとやってみたいってなったら、ウェイティングは小銭っていうかセルフにした方がいいんじゃないですか。セルフ、セルフ、セルフ。あ、そうなんですか、やっぱり、うんうん、そう、好きな空いてるお席の足を伏してくださいみたいな感じで、あの水回りは大丈夫なんですか。水回り大丈夫、水回りは大丈夫、うん、じゃあそれで、いや僕なんか思うんですけど、最近なんかユナさんとかね、うん、みんなアロマタッチとかやってるじゃないですか。 あ、うんうん、あれいいなと思うのは、うん、なんか贅沢感がある、うん、なんかあんな感じですよ。何か言ったら本当はちゃんと紅葉もあると思うんですけど、うんうん、植物のエキスなんで、うんうんうん、紅葉が実際どのように効いてるかっていうのは感情的な問題になるじゃないですか、うんうん、その本人が受け取れる、要はプラシーボ効果もあるわけだし、うん、に匂いでね、うん、気分良くなったりっていうのはまあね、脳に直接働きかけるのも確かに分かるんですけど、うんうんうん、なんかこの ボトルみたいのが選ぶのがあって、うんうん、会話があってそれを ね、うん、よく僕昔温泉でなんかラベンダーにしますか何にしますか何にしますかって言われた時に、うん、どっちでもいいよとか思ってたんですけど、なんか女性の人とか好きじゃないです。その説明があってね、そうそうそう、選ぶ楽しみっていうのもあるかもしれない。ちょっとだけでいいんですけどね。で、8滴も 8個も使うんでしょ。うん、それは違うよね。違う、それとはまた違うから。違う違う違う、うん、あれを得るんだったらもっとちゃんとしたゴージャスな中で、あー、なるほどなるほど、やった方がいいから。いや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 、いやいや、ゴージャスのアロマじゃなくて、うん、なんかバリ島みたいな煙たくみたいなアロマみたいな、なんていうの、うん、ちょっともう亜熱帯系みたいなのはダメなんですか。あ、だから基本的にそこで使うのは海洋深層水を使ったものを使うので、うん、久米島のやつを使うので、もう徹底的に沖縄にこだわっていきたいっていうのがまず一つ。だから沖縄はそうこだわるっていうから、うん、オイルもこだわったらって、だって今ドテラいっぱいいろんな人がやってるから、それはそれでいいと思うから、そこに任せてこっちはこっちで抜きんでないといけないから、もうオイルはポッと今ちょっと外して、うんうん、海洋深層水、ネオポリネシアンみたいな雰囲気でいいんじゃないかな、うん、沖縄海洋深層水をどうするんですか、うん、今お水考えてる、海洋深層水は、だから沸騰バスに入れたりとか、まあ、知れてます入れる量は。あ、僕分かった、なんかちょっと今やっぱ今日は顔の日なんだ。でもノボロが言ってたねこれ。分かりますけど、うん、顔の、いやちょっと顔の日なんから、うん、顔の蒸しタオル美容みたいな手軽なやつは、ああいいね、うんうんうん、あれいいですよ、速攻性ありますよ。だから要はさっき足って言ってた、足水の交換とかがすごいでしょ、うんうんうん、海洋浸水水で蒸しタオル作って、こういう背もたれみたいのに顔にこうやって10分癒されるみたいのがいいんじゃない、うん、水の交換とかの労力と要は得意性、足でやるのは結構プラスチックの機械持ってくるんですよね。あれなんかいろんなとこでやってるから特別感は普通じゃないですか、うん、あれでも待ってる間に今こんな感じで、あ、待ってる間に蒸しタオルですよ、うんうんうん、蒸しタオル100円とかがいいんじゃないですか、とかあとはもうそれもつければいいさね、うん、あ、だから2つともやればいいか、うん、だってこんなって座ってる状態の時に足ブルブルしてたらいいと思う、ね、うん、蒸しタオルでもいいし、蒸しタオル200円でいいかな、逆に冷たくしたタオルを、あ、海洋深層水冷え冷えタオル200円、うん、キャビンが冷たいのか熱いのかでちゃんと決まる、うん、冷たいタオル熱いタオル作れる、多分この辺は美容室の方がすごいんじゃないですか、美容室、うんうんうん、だからもうね外歩いてるから基本みんな観光で冷たいのがいいか、
日焼けしてるから、ねね、これものりさんが今日何ヒントもらったんだけど、そういう鎮静、鎮静、鎮静、日焼けをホテルを、うんうんうん、で下はあのホットのお湯が出るっていうか、あったかい、お、そしたら代謝良くなるんですよ、うん、これもう地球の仕組みと同じじゃないですか、うん、下が暖かくて上を冷やす、そう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 、ね、あの熱の動きがね、マントルからみたいな、マントルからあの5行でもある図鑑即熱みたいな感じでやって、うんうん、そうそう、下を温めて上を冷やすのがいい、ね、あ、もう一回なんて言いました、視間即熱、図鑑即熱、頭、頭寒い、寒、うん、足熱い、うん、それは健康のね、うんうん、あの基本なんです、成功到底みたいな感じですね冬型の気圧配置みたいな南高北低みたいなでも南高北低かっていうことをちょっとあの説明書きをちょこちょこって置いてたら、こんな簡単なことがこういうすごいことなんだって言ったら納得してやるともっと効果いいよね、うんうん、ちょっと貼っといて、うん、テーブルにちょっとしたメモ書きみたいな感じで、そうそう、普通さ、うん、この間びっくりしたのが、あの蕎麦屋さんでさ、蕎麦の食べ方って説明書があるわけよ、うん、あ、だからさ必要と思った、必要、でこの沖縄のこの割り箸の赤と黄色の意味とかさ、うん、蕎麦の食べ方とか、待ってないだもん、待ってる間も読んでるしね、そういう丁寧さがいい、だけどあの自分混ぜそばの食べ方とかちゃんと読んでたもん、うんうん、CM 見えますよね、みたいですね、あ、はい、CM、 はい、っていうかね、ソーキそばだっさ、ソーキそばだっさ、そしてソーキそばの横にこれより小さいお皿つけてだっさ、この人たちさ、このお皿が何の意味かわからんから、この骨があるでしょ、やっぱ中国人と韓国人下に落とすから、はあ、下に落としはしないんだけど、ほんと出たトレイの端っこにあって、これ何入れて食べてるのかなと思ったら紅生姜、紅生姜取るのもトング置いてあるけど直箸、はあ、中国の方、うん、だそういうのも説明、ね、必要だねって言って、この人たちが悪いんじゃなくて、分からない、そう、そう、名前が決まらんか、何も進まん、月頭にしようかなとも思ってたけど、あ、えっちゃん入った方がいいんじゃないですか、はいはい、なんかなんか一人ぼっちだったんですけど、女性が増えてきましたねそのうちえっちゃん、名護から、名護から名護からで、午前中は那覇にいたみたい、あー、じゃあこのまま夜までですか、ずっと、あったかくないのが夜このまま夜までずっといるんですか、そう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 、いるよ、じゃあ昼も来るんですか、 昼は違うとこ行くんですか、いやー、どんなだろう、昼、だからミーティング、キャンさんからも電話って、昼ミーティングあるのって聞いて、日朝行きますよ、僕は、とりあえず、あの今入ってる、30分待って誰も来なかったら戻るんですけど、うん、そしたらみんなでチャタン行きますか、だからみんなで行ってもいいんですけどね、居抜き物件のご依頼があった、私ちょっと見ていこうかなと、あ、一緒に見てもらったら面白いから、すごいですね、あの初江さん8月8日にオープンなんですよね、予定、池谷さんももう今ライカムのとこに、あの生態の店店舗借りて、ライカムにすごいね、ライカムのところ、ライカムからあの合わせ向けに、合わせの三栄だったかな、ショッパーズ合わせだったかな、なんかその向かいぐらいって言ってましたけど、うん、うん、そういうのをやるって言ってましたね、うん、なんかここまでみんな生態系やるんだったら、なんか統一ロゴ作った方が良かったんじゃないとかも後からね、なるほど、うん、うん、なんですか、うん、あの初江さんここマイクに行ってないから声がじゃあ JMM にしときますか、 J だから JMM でもいいんですけど私できないけど、ジャグリングがまだわかりやすいだけど、あのえっちゃんとか肩こったりとかしたらどこ行くんですか、肩こったら、体が疲れたらどうするんですか、疲れたらいろんなタイプがある、僕で、あ、自分でやるんですか、セルフをセルフ、あ、そう、セルフのじゃあ自分セミナーやります、今度の日曜日、まあどんな感じです、ワンデーでやります、セルフを自分で完璧にできるっていうことをやるために、体の仕組みとリンパの役割をまず学科やって、でそれからセルフケアのやり方を一緒にみんなでやって、セルフを体感して、でこれを今度は人に教えるやり方までを
締めにします。あ、同じじゃないですか、 JMM と。もちろんですよ。何のために勉強しに行ってんですか。今セルフがテーマになってきてるから。そう、そしてセルフができる人たちが、どん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 広がっていったら、うん、あの大病の免れるっていうかね、自分でいつもきついなと思って自分でケアができるみたいな、まあ、セルフで思ったんですけど、うん、あの初江さん、はい、あのさ、うん、琉球温熱行ったことあります？昔に一回よ、あ、北中の、うん、昔、あの、うち僕あれ、あの、あのいろんなことがあったんですけど、まあ、人それぞれ合う合わないがあるんですけど、うんうんうん、結局自分なんかは琉球温熱のこの機械を買ってしまったんですよ、うんうんうん、で通ってたんですけど、うんうん、あの2年前ぐらいに、うんうん、あの行ってたね、2年前ぐらい結構通ってたんで、もう20回ぐらいは結構半年ぐらいなのに 2,30 回行くぐらいの勢いで通ってたんですよ、うんうん、で僕結構マッサージジャンキーだった頃があって、うん、そうそう、肩甲骨痛くて、ね、1年前マッサージジャンキーで僕あのギノワンのリラクに月に5回ぐらい行ってましたよ。毎週以上行ってましたよ。で1日2回行く時もありました、うん、朝行って仕事して夜、それって効果があったから、もう疲れたら揉まれたい、うん、まあ、一種の中毒やね、中毒あのマッサージってやってもらう方が一番気持ちいいよ、ね、うん、気持ちいいんですよ。それにやっぱりあのやっぱり技術的なことは、うん、あ、例えばあのそういうチェーン店っぽいところは技術的にはないとか言われる方もいるけど、うん、だけど、うん、お客さんからしたらあの本当にちゃんと徹底的に気持ちよくされてるか競争の中でやってるので、うん、僕はレベルは低くないと思うんですよ、うんうんうん、あの要は何かって言ったら似たような感じで言うと、なんかあの無農薬野菜使って本当に体にいいものを出してますっていう技術的なことに一生懸命知識がある人がやるよりも、うん、マクドナルド美味しいじゃんみたいな感じの人が圧倒的に多いでしょ、うん、まだまだ、ね、まだまだね、それだけどマクドナルドはやっぱり悪いとかそういう意味じゃなくて、それも、うんうん、それもね、一つのお客さんの選択だから、そうだね、俺もその人の考え方もあるからね、うん、けど受け取り方だから、結局マクドナルドとだけ食べてても、うん、多分あの栄養が取れてると思ってる人は多分そんな健康、まあ、毎度が過ぎたらダメかもしれないですけどね、うんうんうん、毎日コーラ飲んでるとか、うんうん、マクドナルド食べません？僕は別に好きなんで、もともと A&W が好きだから、僕もともと食べなかったマックは、あの、うん、エンダが好きで、うん、あのいろんなことがあったけど、マックがだけね、お菓子みたいなイメージだよね、うんうんうん、お菓子みたいな、無性にジャンクフードも食べたい時があるさ、あるあるある、ね、うん、あるある、そういうのがマッサージに近い、学生の時気づかないで食べてて、大人だったらジャンクって何だろう、要は多分ソフトクリームとかチョコレートとか甘いもの辛いものみたいな刺激が強いから、うん、あのちょっと覚醒剤みたいに、じゃあの何ですか、何性っていうんですか、何性っていうんですか、これあの常習性、常習性が出るんですよね、習慣性常習性、習慣になって、ね、中毒、うん、でピタッとやめたら、うん、最初反動みたいにきつかったんですけど、うん、やってない時の方が楽なんですけど、や、うん、ってない時の方が今でしょ、今の方が軽いんですけどね、うん、で本来の状態っていうのが楽なんですよ、本来は。そうだし、あのなんていうの、これきつい時っていうのはそうなんだけど、もともとほら人の体っていうのは自分でこう健康になるように、ああ免疫力を上げたりとか、自然治癒力も、治癒力っていうのは、うん、向上性維持機能って言って常にある状態を取り戻そうとする力っていうのがあるんですよ、まあ、褒めオスタシオス、そう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 、でそれそうそう、褒めて落とすますいいね、いいね、回る回る、やばい間違いそう、うん、あでもいい覚え方かもしれない、うん、褒めて落とします、褒めて、だからマッサージで褒めて落とされたんです、褒めオスタシスですよね、そうそう、だからそれをだから結局登るがある程度委ねてたから、うん、もう今度は自分でできる力が出たからそれなりに楽になる、ね、あれもあるかもね、本当は誰かに触られたいっていう欲求があったりするのかな、そうです、寂しがりや寂しがりや、うん、オキシトシン欲しいぜみたいな、そうね、そう、愛のタッチセラピー、こっちでもあるじゃない、これもあるタッピングで不安とか鬱とかも、タッピング？タッピング、タッピングって何ですかね、うん、タッピングはちょっとこの触っていくなんかあれプッシュアップだったりするけど、うん、マッサージはねなんかあの、タッチケアみたいな、うん、タッチ、
これキャバクラで使ってますよね。よくキャバクラとかに行くと話すると若い女の人が膝に手を置くんですよ、うん、まあ、ボディータッチ、ボディータッチ、ボディートークみたいな、膝に手を置くだけで多分この男の人はもう電気流れてるじゃないですか、ね、これで多分また中毒になってるんですよね、うん、あと色の話に戻りますけど、うん、あの最初一応あの前半色の話だったんですよ。で の自然界の色を見てて8割は過去の記憶から引っ張り出して、うん、2割の情報しか使ってないっていう話なんですけど、うん、これはもうそうみたい。だから結局感情でものを見てるらしいんですよね。感情のを通った後にデータが後頭葉に行くので、うん、もう一回ちょっとあの復習すると、うん、目から光が入るじゃないですか、うんうん、光の粒が格子がありますよね、うん、で光はあの波だから虹みたいにたくさんの色があるじゃないですか、うん、それが、まあ、目から入る前にまず反射して、反射っていうのは、まあ、反射じゃなくて本当は吸収された補色が目に入ってくるんですけど、赤緑青っていうのを細胞がこうやって選んでデータを取った時にそのまま見てるんじゃなくて、脳幹っていうこの昔の脳のところに一旦通るんですよ、うんうん、通った後に後ろの後頭葉に情報が投げ込まれるんだけど2割しか到達しないんですよ、うん、本に書いてあった、うん、びっくりして、8割は感情脳のとこから勝手に捏造されるんですよ。だから気分がいい人の景色は気分がいいはず、あの綺麗な景色になってる、うん、うんうん、脳はあのここって何回も来たことあるし、毎日通ってる海とかは何ですか、パッて見た瞬間に過去のデータ引っ張り出すんですよ、うん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 、もうで他の空見ても多分空だろうなと思ったら青を作るんですよ、うんうん、今まで見た空があるから、うんうんうん、だから今まで見た例えばえっちゃんを見た時に僕が気分が良ければ気分がいい時の気持ちでえっちゃんに会った昔の記憶からとか、えっちゃんだけじゃなくて他の女性のみんなのデータから勝手にデータ引っ張り出して目とか作ったりとかして見てるらしいんですよ。やばいですよね、やばくないですか。やばい。だから簡単に言うと目から入った情報は適当に見積もられて2割だけで見積もられて、うん、残りの8割は作ってるんですよ、うん、だから自分が世界を見たいように見てしまうんですよ。でもそれってさ、やっぱ経験値が高ければ高いほど、うん、そのなんていうのかな、自分で見方が、物の見方が変わるってこと、色く、うん、っていうのは経験値が高いから物の見方が狭くなるってことですよ、うん、ああ逆に、いっぱい情報を引っ張る、あの要は自分が経験しているものがいっぱいあるから、うんうん、習慣的に作っていった、例えばえっちゃんじゃなくて誰かいいかな、上司の顔が、うん、上司の顔を見ると嫌だと思ってる人は、うん、ちゃんと見ないで上司が笑ってるかもしれないのに、うん、自分が上司は嫌だと思ってるから、うん、人間の嫌な顔のデータで上司の顔を作るんですよ。おお、なるほど、うん、過去に上司が怒った顔とかの記憶が全部引っ張られて、うんうん、ちゃんと顔を見ないで、うんうん、自分で8割捏造するんですよ。だから例えば仲の悪い夫婦がいたとして、うん、あいつはなんでいつも不機嫌そうにしてるんだっていうのは自分が不機嫌にしてるから、うん、相手が不機嫌なのを自分に投影してるじゃないですか、うんうん、だから本当はニコニコしている座ってる嫁にパッて見た瞬間に不機嫌って自分で合成して見てしまって、いやこいつ何不機嫌にしてんだみたいな、8割自分で作ってるんですよ。なんでかっていうと道通る時も全部あの全部見てるわけないじゃないですか。えっちゃんここも今日下道できました。今日は高速で西原まで、高速西原までですけど通ってる道も何度も通ってるじゃないですか。だから もったいない、使えるデータだからもったいないですよね、うん、ごまかすんですよ、うん、めんどくさいから。だからあの風景は2割ぐらいのデータ突っ込んどけば、うん、今までずっと何回も通ってるから脳にある要は別にこの道のデータじゃなくてもいいんですよ、うん、他の道とかで走ったデータも道のデータだから、うん、合成して作るんですよ、うん、要は冷蔵庫にいっぱいたくさんあるから材料持ってるんですよ、もともとある程度
こんなの作ってみたいなデータがパッとある程度こんな感じってきたら、見積もりが来たらガーって作るんですよ、捏造して。おお、だから分かりやすいです、うん、だからもうそのデータ自体がアクセスが決まってるんで、癖がある人は、うん、物の見方がこしもう自分のこの感情的に自分で世の中はこんなもんだって決めて見てしまうんですよ。おだからなんだ、違う感覚を覚えた時は目から鱗みたいな。あ、新しいフィルターですよね。フィルターです。今なんかひらめいた。そうですよね、目から入ってくる情報がね。多分これを難しく言うと、毛様体不活系とかラスとかそういう引き寄せのとこまで行くんですよ。要は何でかって言ったら、8割も自分が世の中に意味付けをしてしまうから、うん、だけど意味付けないように見るのが本当の学びらしいですよ。私は何も知らない。私は何も知らないですね、うん、例えばコップをコップだと思ってたらコップですけど、これにお金入れたら貯金箱になりますよね、うんうん、これに火を温めてパコってしたら、なんか健康のスポスポスもできるし、そもそも全部叩き割ったらガラスの破片になったら、これコップって言わないじゃないですか、うん、だから本質は変わってないですよね、うん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 、形見て勝手にこれはコップだとか決めてるのは誰だって話ですよね、うんうん、要はだから自分の記憶が勝手に思い起こすから、だから例えばですよ、エスキモーが携帯電話持ってるか持ってないかわからないですけど、うん、どっかのジャングルの山奥のね、まだ未開の地にいる人民族がいて、そこで拳銃向けても逃げないって思いません？拳銃が何かわからないから。あのさ、ん、私の授業聞いてるの？聞いてる？聞いたことなんか何ですか？めっちゃ同じような話をしてた。あ、そうなんですか？びっくりのさ。なんで本当に思う、なんかめっちゃつながってますね。え、なんでどうしたんですか？表現が。え、本当ですか？もうこの半年不思議でならないって思ってたけど、バラすけどさ、本当に私の授業のさ使ってる言葉とか単語とかがポンポン出てくるからさ。ああ、えっちゃんは受けてるから分かるからですよね。そうなんですか？の時もあるし、そうじゃなくて本当に昨日とついぐらいの授業のエスキモっていうワード使ったし、拳銃とかさ、拳銃ワードも使ったの？私は昨日とついのクラスで、うんうん、とかその環境とかの話とかした時とか、うん、で目から入る情報とかっていう部分とか、うん、知ってる知らないとかっていうのもあったりで、だから今どっかで何っていうか、登る脳になっている、私が逆に私は知ってるんじゃなくて、私が登る脳になっている。だこの間のアイデアの時も言ったんだけど、あ、言ってましたね、登る脳になってるよみたいな。私は知らなかった。多分面白い、ね、自分あの記憶力がないんですよ、あんまり。覚えたいことしか覚えないんですよ、うんうんうん、であと全部忘れるっていうとんでもないテクニック持ってるから、うん、あんまり昔何か嫌なことがあってもあんまり気にしないんですよ、うん、忘れるんで。で CM も忘れないように入れときますね。うまい本当ですか、すごいですね。でもさ本当にだからさ、なんか盗聴器あるのかなって思ったりするぐらい、スクールにリンパの。あ、上原さん今日来ないんですかね。これ違う、リクス、これ普天間さんは今日来ないんですか。あ、普天間さんは、まあ、なんか今日来ない、うん、こくれてくるったけど、もしかしたら2時からですか。2時からかもしれないですね。エリナさん来ましたけど。あ、そう、うん、エリナさん来るから私会いに来ながら、じゃあ私も行くって言ったわけ。みんなここ待ち合わせ場所。エリナさん明日ですね、明日教えるのですね。あ、どこで。学校。あ、そこはいいすごいな。今週まで忙しくて、来週から JMM には参加します。今ここウガナビラが残り3分っていうことですか、これ。普天間さんがいないから、うん、だけどすごいですね、宇宙は真空を嫌うんですね、本当に。真空？真空になったらポツ、宇宙は真空を嫌うっていうか、うん、ヒックス粒子って分かります？うん、神の粒子、うん、あの2000
今何年ですか2018年、16年、2010年とかその辺ぐらいに発見された最後の粒子、神の粒子、うん、あのスイスのどっか セルンだったかな、あの電子と電子を衝突させる実験とかで、うん、粒子をは、うん、とあ生まれてくるんじゃないかみたいなやつで、とりあえずこれが発見されたんですよ。でそのヒッグス粒子っていうのが重力の秘密だみたいな話、何かって言ったら、ま、真空作るじゃないですか、何もない完全な真空作っても、真空作って観測してるとプツ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 って粒子が生まれてくるんですよ。紙の粒子が埋まるんですよ。でこの粒子がやばいんですけど、うん、質量ゼロ。どういうこと？重さがない、うん、どういうこと？質量ゼロの粒子があるんだって何年も前から言われてたんですよ、うん、あの2000で結構ずっと前からあの言われてたんだけど、うん、今回今回っていうか発見されたんですよ実際、うんうん、電子と電子をぶつけた時に反応が出て、うん、あ、なんか書いてますよ。2013年すごい、よなんて書いてます。ノーベル物理学賞受賞。おお、ヒッグス粒子。2013年にノーベル物理学賞を取ってるんだ。グチョグチョ、すごい、グチョ、すごいね。やるね。あの質量がない粒子って書いてるでしょ。紙の粒子とは書いてます、ね、あ、何の何？紙の粒子。紙の粒子、うん、ね、ヒッグス粒子が発見で、すごいね、やばいんですよ、うん、でこれがで、そういう話をセミナーでしようと思って、今相対性理論と、うん、特殊相対性理論とシュレッティンガー方程式、あと、うん、と何だったかな、ディラック方程式とかあって、それを今もう皆さんに簡単に説明できるように今砕いてるんですよ、ずっと、うん、結構100時間ぐらい砕いてやっと理解 できるようになって、うん、まあ来週のラジオでちょっと喋ると思います。今日もありがとうございます。えっちゃんありがとうございます。初江さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。マナティノリティマナティそのものや。ああと42秒もあるの。はい、なんでさっきゼロに、さっき違う、1分って言ったら大きい数字でいいえって言ったから今日はあと60秒って書いてある。あ、これあそれゼロ見たんじゃないの。あ、ゼロ見たのは何だったんですかね。60の、あと60秒のゼロみたいな、うん、あ、自分がもう終わるんだって決めつけてるから終わるように見えてた。赤に見えたんだけどな。あと19。そうだね。えっちゃんなんか最後にあります？何もない。そうそう、何もないんですよ。だから宇宙にもうだから勝手にヒッグス粒子が出てきて、まあ今ここをがなびらした、次の番組は誰にも言わないでようです。言わんでようだ。引き続きどうぞ。はい、引き続きどうぞ。